2センターから4コーナーです。赤番見えるところ4コーナー回りまして、5番車太田龍馬先頭の体勢、9番車和田まくる、6番の和田健太郎を連れて、その難関2人が前に出ていきます。7番の宿口はその難関勢に続いていきまして、5番車太田龍馬は内に包まれる展開となっています。あとは3名のライン形成、岩戸地勢、ここは先行に打って出るか。2番車吉田拓也が先頭に上がってまいりまして、ジャンの3コーナーに入り、先頭は岩戸地勢に変わりました。7番の宿口が3番手中段展開、あとは9番和田が6番手、5番車太田が8番手回りになっています。軽快に逃げていく2番の吉田拓也、8番の吉沢が車間を置いて前をかばう動き、4番の神山拓也3番手、7番車宿口のまくりが飛んでくる、4番手から3番手、しかし車が伸びません。2センターから4コーナー、逃げる2番の吉田、8番車吉沢純平抜け出して外から追い込む1番車、8番1番短期の2人がこれに続いていく、6番元砂、4番の伊藤、一本棒崩れまして、まず動いてきた関東勢、2番の宿口が前に立ちます。関東勢先制に6番の元砂、さらに4番の伊藤としますは前に上げて、その4番車を追ってきました7番の佐賀翔輝郎、前に立ち1番佐藤、8番伊勢崎、3名できりましてジャンの3コーナー、今度は9番車太田龍馬が進撃開始で2センターから4コーナーカーブ、さあ4コーナー1番の佐藤が大きく外に振っていく、振られた9番の太田、7番の佐賀をそれでも叩きに行く9番の太田、7番佐賀のもがき合い、2コーナーカーブ、1番の佐藤、3番手インコース、3番の柏野に封じられている、そこを後方から怒涛の反撃、2番車宿口がまくっていき直線コース、2番車宿口まくり切って5番車杉森が続いていく、両者の一着争い。3番7番近畿勢がまずは口火を切って、1番松浦雄二が中段から出てくる、誘導員引いてジャン周回の1コーナーカーブ、今度は3名ライン、関東勢が前に上がってまいりまして、3番車三谷隆起は下がり、これで中段確保は近畿勢、1番松浦雄二が5番手6番手回りで6番車山中発進してジャンの3コーナーに入る、6番車山中が前に立とうとしていますが、5番車佐々木のライン外に持ち上げる形も、6番の山中秀武叩いて先行体制に打って出る、そして間髪を入れず上がってきたのは1番の松浦雄二、追い上げて1センターから2コーナー、6番山中の先行牽制する4番の山が番手発進、1番松浦に合わせて発進していくが、1番の松浦が若干リード、4番車山が後退していき、1番松浦先頭で直線コースに帰ってきた、あとは3番三谷が追い上げてきて最後は捉えた。6番5番東北勢上昇開始で赤番見える4コーナー通過、6番5番東北勢の先制に乗っていこうというのは3番の石原ですが、それを外に封じて2番の和田まくるが上がってくる、和田がインを切ります、さらにはインコースならば吉田拓也が潜り込んでいて、外3番石原かけて前、3番4番中四国が前を取ってジャンの3コーナー、7番の吉田は出遅れる格好になった、5番手回りで2センター回ります、3番石原先行体制、レースは残り1周中段がおちゃつく流れとなって逃げていくのは3番の石原、4番の筒井と中四国勢、続く2番の和田、8番の斉藤神奈川2人、7番の吉田拓也はまくりになるか、現在は5番手で3コーナー突入していく、7番手吉田拓也の渾身のまくりが飛んでくる、2センターから4コーナーカーブ、逃げる3番石原、続く4番の筒井、迫ってくる7番の吉田拓也、吉田がまくり切った、7番石原、2番松浦、内に包まれる状態、短期3番の宿口がその後ろに続いている、中段並走状態で迎えたレースはジャン周回、1コーナーから1センター、1番の吉田拓也が先頭から、中段外並走から6番元砂が発進していく、2コーナー通過して、すかさず7番下、石原へて、石原が進んでいく、3コーナーから2センター、さあ6番元砂、7番石原、ジャンでの戦いは4コーナー通過して7番石原が叩いた、6番車は交代だ、7番石原が先行していく、2番車松浦、中四国2人、
迫る9番三谷、そして1番車吉田拓也の渾身の一発が飛び出した。1番吉田のまくりが飛んでくる。3コーナーから2センター、7番石原の番手発進、2番の松浦外に封じながらインコースから9番三谷、2番車松浦先頭、外から5番車突っ込んできた。1着争い。